皆さんこんにちは、ウォーキングエローです。朝はかなり寒くなりましたね。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の道中動画は飛ばしていきますよ。ただしちょっと報告があるんですよね。なんとなんとファジアーノ岡山がプレーオフホームで決勝になりました。この朝一があった12月1日になんと宿敵山形に勝つことができました。ちなみにこの食べ歩きサポーターとファジアーノサポーターが一緒になってる人がいたらまたホームでお会いしましょう。また声かけてくださいね。そう言いながら7時過ぎに到着、寝坊でございます。いよいよ12月なんですけど、ようやく紅葉、かなりこの辺りも秋真っ盛りぐらいな紅葉になってきましたねと言いながら、寒いので真冬に近づいていきます。相変わらず入り口の牛すじカレー120人ぐらい行列してたかな。ということで、さあ AM7 時過ぎの朝一レポート。スイスイ歩いているので、この辺りまではこの時間だったら楽勝なのかなと、そういう感じでした。そしてまずは台湾専門店光実さん、お、なんとなんと台湾専門店光実さん、ルーローハンのカレー出してました。大将ではない方がやっております。実はプリンが大好きなんですよね。ついつい食べたくなっちゃったんですけど、また今度かな。そして我らがエビスパンさん、総社から来ました。クリームパン、この日もまだパンがたくさんあるので帰りに寄ってみようと思います。この辺りからだんだん混んできましたよ。混んできた。初詣のような状態になってきたぞ。ここからはなかなか動画撮影していても動きが取れないんでござる。お、カッキーズバーさん豚汁やってましたね。うまそう。ちょっとスピードはこの辺で 1.2 倍速にはなってます。
っこいいな。そしてこちらの牛すじカレーさんも、おお空いてる、今日は見に食べようかなと思っていたら、行列がこの下の階段の方に伸びているんですよね。ということでこのままずっと歩いていきます。ひとまずそして毎回思うんですけど、長谷川麺工房さん、麺どころうまし、ラーメンやってるんですよね。いつか食べてみようっと。そして季節の旬のもの、日生直送焼き牡蠣、焼きそば、このお店いろんなものやってますもんね。ここはでも行列がっていう感じかな。かなり並んでます。確かこちらの広志食堂さんって SNS で前見たような気がするんだよな。やっぱり冬といえばみかんですよね。みかんが500円と1000円、これは買いだよなと思いながら、この赤毛の女性店主の方がかなりインパクトありました。
と8円、100円、ローリアで安物は甘みが違うんや。だから彼らが買うと、ここは相変わらず稽古の豚まこの時期になったらもう行列のどこまで続くのかなと、15人ぐらいだったら並ぼうかなと思ってたんですけど、ちょっと無理かな。こちらいつも出てきている長谷井商店さん、今回も揚げたてのギョロッケが気になります。そしてなんと250円の品、売り取り3点で600円、買おうかなと思ったんですけどね。うまそう。殿のベーコンさんもこの行列ちょっと無理かな。並びはありました、ビーフシチュー。これを買って食べてみたかったんですよね。やっぱり冬なんでビーフシチュー並んでみました。ビーフシチュー、パンもついてます。ナイスです。すごい。ハグですか？ああ、フレンチの方なんだ。またねー。
ということで、今回の目的のビーフシチューを食べてみかんも買ったので無事今日の目的達成でございます。エビスパンさんはあの後爆売れして抹茶しかなかったので今回はすいませんパスです。そしてラストは入り口の牛すじカレー売り切れでござる。帰宅してからみかん食べたんですけどすっごい甘くて美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。京橋野菜市ファンの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではファジャーのプレーオフ決勝でシースタでお会いしましょう。